三笘、怪我していた。ケゼルビ、三笘薫には問題がある。彼は背中に問題を抱えている。彼がプレイできるかはわからないが、プレイできないと思う。ケゼルビ公式発言のため間もなくリリースも発表される。コルゲートの危険タックルが原因か。なお本人の謝罪先に三笘の名前なし。三笘終わったら日本も終わる。三笘のいないブライトンつまんねえ。プレイできるかどうかわからないレベルか。三笘ステップアップ無理だなこれ。あんなタックル食らって無傷の外傷だわ。サッカーほど強烈なコンタクトの多いスポーツないからな。天才や才能ある人間が山ほど怪我で道を閉ざされてる。数字派稼げる字に稼ぐべきだな。5点取ったんだからゴールアシストの一つぐらい欲しかった。やっと戻ってきて面白くなってなたのに。